カレマ・モトランテは南アフリカ共和国の政治家。第10代大統領。アフリカ民族会議副議長。大統領退任後は2014年まで副大統領を務めた。1949年7月19日に南アフリカ連邦トランスバール州で生まれる。13兄弟の末っ子であり、父親は鉱山で働く労働者。 ヨハネスブルグに転居、そこで教育を受けた。その後、アパルトヘイト政策に反対し、1976年4月14日に、アパルトヘイト法で逮捕され、11ヶ月間服役した。さらにテロの疑いをかけられ、1987年まで、ロベン島の刑務所に投獄された。服役後、彼は、刑務所生活について、次のように語っている。We were, A community of people who ranged from the totally, e literate to people who could very easily have been, professors at universities.We shared basically everything, the years out there were the most productive years in, one's life, we were able to read.We read all the m a t e r i a l that came our way, took an interest in the lives of people even in. The Remotist Corners of this world.To me, those years gave me a n i n g to life. 私たちの中には様々な人がおり完全に文盲の人からすぐにでも大学教授になれるような人までいた。私たちは基本的にすべてを分かち合った。あの時代は人生の中で最も生産的な月日だった。読書する時間があり手に入るものは何でも読み、 世界の最も遠い片隅に暮らす人の生活にまで関心を向けた。私にとって生きる意味を与えてくれたのはこの年月だ。翻訳は引用者による。服役後の1992年1月には南アフリカ鉱山連合の一般事務代行となった。その後、着々と自らの地位を高め、2008年5月に南アフリカ会議員に選ばれた。また、 9代大統領タボムベキ内閣の大臣に任命されている。タボムベキが2008年9月24日に大統領を辞任すると、それに伴う会員の投票で、2008年9月25日に10代大統領に就任した。2009年5月から2014年5月まで副大統領を務めた。ジェームズ・マイバーグ、フーイズ・カリマ・メトランテ。 ポリティークスウェブ2009年4月20日閲覧。南アフリカ大統領にモトランテ氏。産経新聞2009年4月29日閲覧。ありがとうございます。